はい、どうもご視聴ありがとうございます。ルイフォスです。今日もねポケットモンスターソードシールドをやっていきたいと思います。はい、ということで、今回はですね、あのサトシのピカチュウっていうのがね、今ねシリアルコードで配布されてるんですよ。実は8体ありまして、ピカチュウオリジナルキャップ、あとね方円キャップ、カロスキャップ、アローラキャップ、新王キャップ、イッシュキャップにワールドキャップ、君に決めたキャップということで、この8体ね配布されてるんですけど、このシリアルコードの、まあ、入力期限っていうのが、まあ、11月30日になってます。ちなみに私この動画撮ってるのが、まあ、11月22日土曜日ということで、まあ、残りねだいたい1週間ちょっとぐらいになりましたんで、一応ね忘れないようにシリアルコードねまとめを動画にしようかなというふうに思います。結構ねこれね1週間1週間配布されたりして、まだねピカチュウを例えば 1,2 匹しか取ってないとか、まあ、全部のシリアルコード入れてませんよっていう方がね結構いたんで、まあ、そういう方のために、忘れるなよということで、リマインダー的にねこの動画まとめ動画していきたいと思いますんで、まあ、ぜひねまだ入力しない方、もしくはねまだ知らなかったよっていう方は8体取れますんでね、サトシのピカチュウ、今しか取れない帽子をね、そのアローラ地方とかのね帽子をかぶったピカチュウなんで、ぜひね取り忘れないようにしてください。もう一度言いますけど、まあ、11月30日までになります。はい、それじゃあね早速シリアルコードね、不思議な贈り物のシリアルコード紹介に行きたいと思います。